斎藤佑樹の大学時代の投手成績がエグすぎるわら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 。どうしてこうなった？素直にプロ言ってれば、2年まではすごかった。3年から明らかにおかしくなってるのがもう。でもほとんど東大相手だったんでしょう。そういや東大に負けてたな。2年目まではいけるやん。早稲田の院生と共同で肉体改造に取り組んだ結果、わら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 フォームおかしくなった。もう明らかに異変が起きとる。だんだん三振取れなくなってきてるな。フォーム改造しなければな。普通に強豪1位クラスの投手。高校の時にそのままプロ行ってればもう少しマシだったと思う。まあさんと違って伸びしろがなかったからしゃあない。なんというわかりやすいデータ。歴代9位の奪三振って普通にすごいんだよな。ストレートにこだわって筋トレにハマったらしいな。なおフォームを崩した模様。気づいたらフォーム変わっててクソみたいな球投げてた。やっぱり壊れたじゃないか。憤慨。あれ後半がやっぱり早稲田の監督って〇〇だわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。